はい、それでは本日の動画は頭の回転のお話をしていこうと思うんですが、はい、よくね頭の回転をまあちょっとエンジンに例えられることがありましてですね、うん、回転型なのか、はい、それともトルク型なのかっていう話をちょっとしていこうかと思いまして、この回転っていうかな、はい、マルチタスク苦手やね。僕ねマルチタスクしようとしてやられる方です。もうマルチタスクが入ってくると俺さっきまで何しとったか分からない。あ、俺何しとったっけって。僕はあのとりあえずその場を何とかするのは得意ですが、うん、順番立てでいろいろ計画するのは苦手ですが、うん、まあそんなねお話をこういろいろとしておりますので、はい、ぜひ人生の添加剤としてお読みください。それではどうぞ。あー、なんかいい窓がありますね。本当にうちの事務所窓がねないんで。まあ確かにそうなんや。で窓をつけたのこれ。そうな。なるほどね、うん。いいじゃないですか。本当に世界の車窓からってやつだね。まあそれはええんですけどね。はい。なんすか。押しかけてきてコーヒーを飲ませろと言って早もう1時間半ぐらい居座られたんですけど。ほんまに？おう。動画がないんですか？動画がないというよりかは動画はあるんですよ。はい。これねいつも最近あの迷ってるのが僕の中で。うん。毎日更新してるじゃないですか。はいはいはい。本当に。はいはいはい。これ本当すごいことだと思うんですよ、本当に。いや、すごいと思いますよ。はい。で、まあそれはそれでいいんですけど、はい、まあそれもそれこそ一郎のあんだみたいなもんやけん、これは。本当に。本人はもうあの、やっていることに対して、もうなんか、みたいなとこですよ。あんだ本数っていうか、はい、まあ打率じゃないな。うん、あの、打席に立つ数が多いです。そう。打率は低いんやけど。打率は低いんやけど。打席に立ってるから、あんだも製造しますっていう。たまにホームランも打ちますっていうスタイルでございますよ。はいはいはい、まあ、それをやり続けている中でですね、うん、なんとなく俺の中でのルーチンが決まっていて、うん、まあ、金、土、日ぐらいは、はい、やっぱり相田さんに、まあ、2本ぐらいは出てもらおうと思うわけですよ。週にね。そうですね。週に2本ぐらいはやっぱり出てもらおうと。わかるよ。何？わかるけど、はいはいはい、もうちょっと聞いて。聞く聞く。この間の月曜日かな。月曜日。祝日の。はい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 。いっぱい動画を撮りたいけ。はい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 。来てくれと。はい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 。言ってましたわ。おう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 おお、ね。しかし。撮ったな。あ、あれやな。ご飯食いに行った時や。そうよ。昼飯食いに行った時。食いた。うん。だけどなんかオートバックスに行かないかんとかなんとかようわからんことを言い始めて。そうそう。待てど暮らせど帰ってこず。そんな時もあったな。11時ぐらいから行っとったんちゃうんかな。そうですね。で来て。3時過ぎぐらいまで待ったけど、そうすね、帰ってこんの。いやいや、多分ちょっと入れ違いやったんですよ。いやいや、もう、もう俺何これって言って。入れ違いやったんですよ。帰ったし。まあね、じゃあ。やっぱそういうとこで。難しいっすね、そこは。俺はもうあの、4時間捨てたけん。はい、時間を。そんなことない。その間、ほら、美味しいご飯を食べに行ったやん。それ1時間ぐらいや。その後3時間、俺ずっとあがそこの店舗でやることないけん、携帯見ながら無駄に3時間。ボーッと窓でクリスと、これ何の時間なんて言って、わかんないっすって。これ何やろなって言って、いやもう帰っていいんじゃないですかっていう。そうっすね、じゃあ帰るわって。まあいろいろありましたね、そんなこと、ね。そういうとこですよ。じゃあ、かといって、むずいじゃないですか、その、ちゃんとこう、なんか予定を立てて収録をするなんてことは。これね、多分、その毎日、あの、なんて言うんですかね、まあそれこそね、この間そう、レイトンさんから送ってきてくれたあれと一緒。あれを見た時に俺思ったよ。なんか頭の回転っていう話があって、ね、あレイトンさんはだって俺一昨日一緒にご飯食べてそうやったわ。そういえばそういえばそうやったわ。そうやったな、うん、あのありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、あ星さんもね、はい、星さんとはもうあの飲みに行ってもうベロベロになるまで、うん、あのあれやろ、え、お土産が閉まるぐらいまで飲んでたってことやろ。そうそうそう、おっさん俺は帰りたくないって言うけど、おおって。いやそうそう、でそのレイトンさんから送られてきたやつで、それ今ちょっと思い出したんやけど、頭の回転の話をちょっと送ってきてくれてて、まあ岡田斗司夫さんがなんか喋っちゃったやつだったんやけど、うん、でその斗司夫さんが喋ってるやつで、まあ要はね、その頭の回転には種類があってと、はい、まあ、要は回転数が速い人と、うん、トルクがある人っていう話をしちゃったんですよ。だからあのほらうちの場合で言うとさ、うん、あの毎日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 更新をするからもう明らかに回転数じゃないですか、はい、もう動画のあれが、ね、うん、動画にトルクはないよ
動画に撮るくはないよ。動画に撮るくはない。50cc ぐらい、ね。50cc ぐらいだと思うんです。おうおう、お前下手こいたらゼロ半よりも少ないかもしれない。おうおう、あのカートの、カートっていうかあのラジコンのエンジンぐらいの感じかもしれない。もう2万回転、何十万回転で回るみたいな。うん、が、まあ、うちじゃないですか。はいはいはい、まあ、その中でたまに当たるって、うん、そんなことをやってたら、はい、もうあの、なんていうんですか、毎日例えば何を撮ろうかの動画企画ですら、うん、会議をしたとてっていう話になるわけでございます。会議は無駄やな。じゃあ、うん、もうそんなとこにこうあのなんていうの、心血を注いだとって、そうですね、もう今度こういう動画を撮ろうと思うんですってここの人が言うのは大体、うん、その時思いついた瞬間次の日あれどうしようかって言ったらん何の話ってはあってそうなんや。だからそもそも、あとはもっと言うと、僕はそもそもの頭の回転っていう意味で言うと高回転型なんですよ基本。うん、だけどトークも基本だけど回転しとるだけやん。そうだけど、あの中身にトルク感はそんなないわけです。ないもうないです。 50cc です。はいはいはい、はい、ですよ。はい、っていう話をちょっとしようかなと思います。お、確かにそうなんですよ、うん、俺はどっちか言ったらトルク系やな。ああ、まあそうですね、うん、一発ぶっ込む方が好き。熟考して考えて、うん、いっぱい喋るのだるいやんそうやろう、どっちか言ったら聞く方が好きなんやって。あって言って、僕もあれですよ、そんなにあの普段はめっちゃ喋んないですよ何何何何いや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 、僕より喋る人いっぱいおるよいやいや、それはまあな、本職の人に比べたらな、うん、そうよ、そらそうよ、まあそうやけど、うん、でも適当にどうでもいい話をさせたらひたすら喋るやん。ああ、それはできる。だけどその中身があるこの議題についてとか、これの言葉についてそういう喋らんやな。こうなんかコンコンと自分のそのあれをこう喋って伝えてくださいっていうのとか苦手やし、それこそ渡辺さんとかにも言われるけど、何かこの商品のいいところをプロモーションを真剣にしてくださいみたいなのも苦手。できんよね。苦手、非常に苦手。台本無理やしな。無理、うん、台本で一応例えば5分前に決めた台本も、はい、無理やね。5分後には破壊しとるっていうタイプなので、はいはいはい、でね、はい、逆にそのなんていうんですかね、こうちゃんとこう、まあ、それこそほらトークで言ったら多分そうやな、あれじゃないですか、クッドさんとかがどっちかって言ってトルク型になるんじゃないですか。まあバランス型かな、まあ、あれはクッドさんはまあ喋る数も多いけど、うん、もうまず内容がちゃんとしてらっしゃるんで、うん、あの、はい、5リッター9000回転みたいなもんです多分、うん、はいはいはい、だから僕はもう 50cc、 おー、うん、50cc やな。ミンミン夜だけで全然ないか、ミンミン50でも2サイクルぐらいしといて。2サイクルやな。ちょっとは馬力あるけど、馬力はある。あ、でも2サイクルかな。4サイクルのようなトルクはないな。ないですね。あ、で、うん、燃費も悪いし。燃費も悪い、うん、確かに燃費悪いな。燃費悪い、うん、天気悪めやな。悪め悪め、あの喋ってしばらくしたらフーってなるけ。まあだから頭の回転数ってなんやろな。でもまあでもこの人は頭の回転早いなっていう人と、うん、そのまあ回転じゃないけど、うん、こう、うん、いちいちこうなんていうの、刺さることを言うとか、うん、ズバッとくる人とはやっぱ明らかに違うよね。違うっすね、うん、なんかこう例えばほら僕らがよく分かるところで言うとさ、うん、あのまあ昔ね、あのよく言ってたあの経営者投資が2位に誘拐があったじゃないですか、はいはいはい、まあ最近も言ってますが一応、はいはい、でその中でもさらに2位に誘作る会っていうのがあったじゃないですか。ありますね、はい、あれなんかがまさにこう言ってると、はいはいはい、その頭の回転というかがそれが回転型なのか、うんうんうん、それともトルク型なのかっていうのがすごいよくわかるじゃないですか。わかる、うん、こう何かこう誰かが一言喋ったことに対して、うん、どういうそのボールを、はいはい、返すかね、どういうスピードで返すかっていうところで、はいはい、ありますね。ね、本当にそうやね。しかもさ、うん、5、6人こう回ってくるからさ、そうですそうです、いやそれ言われたわみたいな俺めっちゃそこ言おうと思っとったのにみたいな、あるあるある、ある、そのことについてもう意見やみたいな、うん、だからその僕はねあの割と回転数を高めることは訓練でどうにかなると思ってるんですよ。はい、うん、その喋りを練習、まあまあまあ、練習というか、そうね、うんうん、その喋ることを続けていけば、だから例えば、まあ、相田さんなんかがまさにそうだと思うんですけど、うん、それは例えば3年4年前のこの YouTube をこうやって喋り始める前とかから比べたら、うん、だいぶ回転数は引き上げられたんじゃないですか。
回転数上がったな。そうでしょう、うん、最高回転数は最高回転ピークは回るようになってきた、うん、カーボン取れたかもしれん。そうや焼き切れた多分。そうやな、うん、だけどちょっと前まではもうほんまあのなんてやろトラックのように2000〜3000回転ぐらいからレッドゾーンぐらいやったのが、そうやね、まあ今のダウンサイジングターボぐらいの4000回転ぐらいから赤ぐらいにはなってると思うんですよ。そう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 。あとだけ人前に出て話す時でも、うん、あの全く台本がいらなくなった、うん、ああまあそうですよね。もう適当に話をつなげれるようになった、はいはいはい、それはもうあれですね。やっぱ鍛錬ですね。だから人前で喋るっていうのはやっぱ訓練やって言うけど、はい、まあまあそうやと思うわ。だってまあね、例えば今このこうやって喋ってるやつも、うん、もうそろそろ10分到達しようとしてるんですけれども、うん、まあ、打ち合わせなんか1秒もしてないじゃないですか。1秒もこれしてないわけですよ。ないし台本もない。ない。でこの状態でもやっぱり喋り続ける、うん、まあ、これは多分訓練できると思うんですよ。そうだね。本当に。うん、確かに。僕はもう最近あのそろそろ、うん、あのお年を召してきたんです。僕も脳細胞が違います。そうじゃなくて、うん、年齢をね、はいはいはい、重ねてきて、はいはいはい、ナイスミドルをそろそろ目指そうかと思うんですよ。はい、え、36?7? 今年で7になるんですよ。 7? あ、もう立派な、はい、そうそうそう7になるけん、そうするとそろそろナイスミドル、はい、なんかロマンスグレーが似合うようなナイスミドルを、だけあの、舘ひろしみたいな感じになりたい。無理無理。いやそれは無理やって。ちゃうそういうのは無理やって。じゃあ、まずもう、そのもう骨格からして違う。いや、無理。いや、もう人間としての骨格が違う。人間としての骨格って何よ。そんなことないでしょ。そんなことあるよ。いやいや。だから僕は、あのだからアブデカに出れるような人になりたいです。いや、だから頑張ってできることできんことあるけん。そこは分からん。あ、じゃあ努力でどうにかなる部分とならへん部分はあるんよ。でもいや、なんかなりません？なんか40手前ぐらいのこのぐらいになった時に一度そういう路線に憧れるみたいな、なんかこう淡々とこうなんていうか全然違う感じに違う路線に違う路線っていうか、うん、こうなんていうか一言二言ね、うん、こう喋って、うん、こうなんかいい感じにこうなんかみんながこう思ってくれるような人になりたいみたいな。そうあ、ちょっとだけそう思うわけですよ。どうかな、分からんな。あんまそんな思ったことないけど。ほんまに、うん、でも、うん、だお客さんとかでも結構そういうタイプの人来るんですよ。めちゃくちゃ喋るわけでもないんやけど、うん、こう僕がこういろいろ聞いたりとかしたら、うん、こう、まあ、ポツリポツリといろんないいことを教えてくれて。だから話の回転数が高すぎて誰も何も残らんねんって。あ、詰まった喋っとるわぐらいの。あ、まあ、そうかもしれないですね。だけど極端な話、聞いてないんじゃない？ピーキーやな、ちょっと。あれかい？じゃあ、俺は逆に今からちょっと回転数を落とす、こう、練習というか、訓練をした方がいいかもしれないですね。そう、中身のあることを喋る練習をした方がいい。中身のあることを喋る。中身がないんや。どうする？どうやったらそれできるんやろうな。それは。ほんまに。じゃあ、俺もあれかな、なんか、お釈迦様の言葉とかなんかそういうのを学べば中身のある言葉が喋れるようになるかな、ほんまに。そうですね。まあでもあれ一挙るじゃないですか。なんですか、和の経は言ってます、はい。まあ、あれやっぱそういうね、そうです、ガンチクある言葉がポロポロ出てくる、出てくる、あれを学んでおけばいいんじゃないですか、ね。僕もだからちょっとはトルクアップしてる、ボアアップしてきてると思うんですよ。もうほんまに。でも分からんね、死んだヘッドも破れるかもしれない。ポキッて。でもほら、やっぱね、ボアアップは一応しようと思って、トルク出すためには、はい、今、呼吸はしてるわけですよ。はいはい、情報をいろいろこう入れて。ストローク上げていく方がいいんじゃない？そう、でも、今もう 50cc のゼロハンターボみたいなもんやけん、うん、もう今、もうトルク上げるにも限界があって、うん、おそらく多分そろそろ多分人としてのボアアップをしていく必要があるんでしょう。なのでそのぜひそのボアアップの仕方が、大橋さんこれをするとなんか人としてボアアップできますよっていうのがあったら教えてください。ボアアップも限界あるからな。削りすぎたらもうあかん、ダメや。削りしろって決まっとるやん。まあまあそれは昔のね 2TG のように、うん、あの肉厚な、それこそ L 型のように肉厚なエンジンブロックなのか、ね、削りしろがいっぱいあったらあれやけど、はい、削りしろある？
メガトン70キットぐらいまでは入るんちゃうかなって思うんやけど、まあ、入る？ギリギリシリンダー交換はいるけど、 100cc クラスは無理やろ。いや無理、ええー、とこメガトン70までやと、ほんまにメガトンでも70キットぐらいまでは入れて、ちょっとそうね、あのトルク感のある人間にもちょっとなっていきたいなとはなっていきたい、うん、思うわ。ほらでも最初の初期のさ、あのセブンの動画でもよったやん、はいはいはい、なんすか、うん、あのガッツはない方なんで、ね、ガッツはない方だから、でもまさにガッツはない、ガッツはないよ、ガッツないよな、ガッツは何か一つのことをやったのはないよな、やったのはないないよな、ない、うん、もうだって何やろ、すぐケツまくるもん、すぐ無理ってなるもん、すぐケツまくる、いややっぱやめましたってすぐなるよな、だからそういうとこやってトルクがない、いや確かにそれがもう多分にじみ出ると思う。でもそう考えたら、その何かこう自分がやろうと思ったことをやり遂げるっていうことができたらトルクアップするかもしれない。そうそうそう、遂げんやん、え遂げんやん、もうだってセブンとかももうなかったことにしようと思って、そんなことない、そんなことない、ちゃんとあそこに置いてやってちゃんとやる気はある。いやでも見るたびにうーんってなる。いやうーんとはなるけど、ちゃんと見て視界には入れよるやんか、おとか、まあそうなんですよ。だからやっぱね、その一つ何かをやり遂げるっていうことをすると確かにあの、はい、トルクアップするのかもしれないですね。はい、やり遂げましょう。何かやり遂げる。トルクの上げ方。トルクの上げ方求めます。求めます。あの大林君と人生の先輩たちがね、はい、これ大体これ見てるの僕の人生の先輩たちなんで、まあ、そうですね。はい、あのこうするとトルクアップできますっていうやり方をね。多分皆さんご経験されてると思います、うん、そらそうやわ、もうみんな多分あれやで、はい、トルク型やけジーゼルやけ、ほんま、まあ、多分ジーゼル、ジーゼルやけ、マジで、うん、いやーそうなんかな、マジか、多分下級ジーゼルじゃない、もう生ジーゼル。あ、ただひたすらでかい生ジーゼルの、うん、そう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 、あーなるほどね、そうですか、じゃあぜひ皆さんに、はい、あのトルクの上げ方を教えていただいて、はい、僕はじゃあもうね、あの10の桁が変わる頃ぐらいまでには、はい、それはもうトルクのある人間になってることでしょう。おー、もうあと何年ですか、2、3年。2、3年、まあまあ短いね、もうそれやばいよ、そろそろ。そうか、10の桁変わるってなったらちょっとドキッとするけんな、やっぱり。ああ、まあね、うん、まあドキッとするかな、俺何も変わらんかったけどな、ほんま、うん、3から4に変わる時何も思わんかった、あんま何も思わんかったな、うんうん、ただ、うん、自分が思い描いていた40代ではないって思った。それでも40代これでええんかっては一瞬思った。でもそれ30代の時も思ったやろ。思った。20代の時も何なら思ったやんか。うん、まあ、うん、だけどそれは多分、でもこの間来とったお客さんもよったで、うん、何やったっけな、もう60何歳で次70になるんやって、うんうん、その人も、まあ、もちろん孫もおるし、うん、なんならあのもう会社も辞めたりしたんやけど、うんうん、70ここじゃなかったんやけどなっつって言った。まあイメージはやろ、イメージは、うん、だけどその人が言ったんやって、ロマンスグレーが似合う、いい感じのもう白髪が似合うようなこうあのやつになってる予定やったのにって言って、髪の毛一つもないがっつって言った。なるほど、そこはまあ予定外かもしれない。そうそう、ちょっと予定外。それはまあ自分でコントロールできる。そこはもう予測不能やけ。そうなのか、一つもないわっつって。確かに。なるほど、そうですか。でまあ大林さんもちょっとまた最近危なくなってきて。じゃあやっぱあのなんて、でもドーピングしてからやっぱ今一進一退を繰り返してると思う。そうやろ。なんかちょっと最近また、ね、あの心のコンディションとか多分体調とかによって多分これ、ね、まあまあまああるでしょうね、これがあるんだと思うんですよ。なんでやっぱね一進一退しながら。まあ、せめて50ぐらいまではあの何でしょうね、あの生やしときたいですね。なるほど、はい、ちょっとその情報も最近うちの嫁さんが見よって、あれ、何、なんか最近ちょっと危なくないって言うから、えー、どこがって言って、いや髪があって、うん、髪が、いや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 、あの確かにね、はい、あのドッとできる時期はドッとできる、なるほど、いろいろあるんでね、いろいろあるんで人生本当に、はい、山あり、え、じゃあ上り坂下り坂、まさかの坂ですか、まさかの坂っていうか、まさかの穴ぐらい、まさかの坂からの、まあ、おにぎりコロリンで穴はまったぐらいやな、もう坂だと、坂やったらまだええやん、なんかこう、うん、下っていく先がなんとなく見えるやん、いや転がり落ちるんじゃないんですか、まさかの今穴やけ、まさかな、もう今フォールやけ、フォール、もう坂でもないやん、そうなんやで、穴だけど、どこまでこれはどうなるのかわからんけど、その下には多分スプリングが置いてあると思っとるけ、
ビヨヨーンってマリオみたいな感じで。そんな都合よくないよ。大抵の場合はぐしゃって言う。確かに。まあでもあのスターがついとる状態に、はい、途中で慣れることを願っております。まあいろいろありますんでね、はい、人生いろいろトルクアップしていきましょう、はいはい、ということで今日はそんなどうでもいいお話でございました。それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまたバイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。